Surprise me. 何かびっくりさせてくれ。ボブ・ホープ。通常、新聞や通信といったマスメディアは、年老いた有名人の死亡記事をあらかじめ準備している。100歳を目前にしていたアメリカの大物コメディアン、ボブ・ホープのケースもそうだった。かつてボブ・ホープは CNN のウェブサイト上で本人の死亡記事が流れたことがある。もちろん誤報である。彼はめでたく100歳の誕生日を祝っている。しかしその2ヶ月後、人生最後の時が訪れる。葬儀の方法を聞かれたボブはこう答えた。 Surprise me. 何かびっくりさせてくれ。希代のコメディアンは最後までユーモアを忘れなかった。 À peu près centenaire. Vision.